これでビールとか。素晴らしい。ビーと仲良くしましょう。やったぜ。そういうことか、そういうことか。ここでゲロ吐かなくてよかったわ。本当だよ。もう二度とお酒飲まないかも。っていうか次から気をつければいいじゃん。私ほどほどにってのがうまくいかないんだよね。うん、見ればわかる。医者は危険な行動を示すって書いてた。それってさ、ちゃんと医者に見てもらってんの？こうやってビーと遊んでることがある種の治療だと思ってるよ。ああ。なになに？プレッシャーはかけないからね。お、いいね。私時給をもらうべきなんだよね。ガムならあるよ。とりあえずラジオつけとくね。お、これスペースドラゴンちゃん。All gods of the fort Lucen Mall。 ん？古き神々たちのルセンヌモール？ん？なんやろな？なんか、神様が住んでるんかな？このルセンヌモールには。ルセンヌモール！ポールルセンヌモール！嘘だろ？ほんと。一体何があったの？インターネットってもんが。よくここに来てた頃だってネットあったじゃん。回転木馬は？売ったんじゃないかな？回転木馬って誰が買うのよ？ここに通う人じゃないしね。本屋さんは？それもネットで。ゲーセンは？理解するまでインターネットって紙に書いて。教師みたいにデコに貼っとく？ インターネットにより全てのリアル店舗が潰れてしまったというあれですか。服屋は残るんじゃないの？ ZOZO タウンなのみんな。インターネット。あ、ジャンプできないここは。ここ何？ワンダラー帝国生き残ってんの？この手のはネットもかなわないからね。なるほどな。子供の頃よく来てたな。1ドルで消しゴム買えるし、鉛筆も1ドル。よく考えたぼったくりじゃん。うわ、ほんとだ。そうか。鉛筆は安いよね、もっとな。アンリボリューション。嘘だろ？あ、UREV だ。まだあんの？これ何の店や？ウィンチケット、ウィンチケッツ。はあ。な、T シャツが売ってて？なんかバンドショップ？はは、そうだね。うぬぼれた雰囲気は全然変わんないな。見てるだけで年を感じるわ。さあ、マジでやるぞ。私、ここだけは絶対入んないからね。ここなんなん？ライブハウスか？うわー、やっぱバンドショップっぽい。うわー、お前 同じマークついたとこあるぞ。同じ服着てるやろ、B。そ、じゃん。14歳に戻った気分。そうだね、相変わらずだな、この店。でもこういう、この手のマニアックな店ってね、続くからね。インターネットの影響ね。もうみんなやっぱいるから買いに来るっていう。うるさい、やめて。まあネット通販とかしたらいいんやけどね。かなりマニアックなお店。おっす。いらっしゃいませ。いやいや、どうもお姉ちゃん。本日は T シャツが2割引きセールです。ほう、T シャツか。はい。ありがとう。じゃあまた。はい。バンギャ専門店みたいな。VK 専門店。いいね。デッドパーティーボーイズのブロマイド。今2017年だよね。また流行ってんじゃない？そっか。いいじゃん。まさかあんなの聞いてんの？聞いてんだけど。いい音出してんじゃん。鬱に満ちたアラサーだったら良いって思えるかもしんないけど。私だってちょっとだよ。ふむふむ。おう、ベルトバックルって久しぶりに見たわ。っていうか、身につけてもいいって思えるやつがね。うちの店のマイクってさ、トラックに乗ってガラガラヘビの持ってんだよね。じゃあ、私やってくるよ。何を。ちゃんと見張っといてよ。一個取っとくから。こいつ。あ、やだ！絶対ダメだよ、マジで。あ、やる気や。ほんま。ほんま。でさ、本当にやっちゃうの。普通にしててよ。ただの万引きだから、ただの万引きってないね。初めての犯罪ってわけじゃないんだから こいつほんま こういうんでしょ。他にどんな犯罪を犯してんの？万引き。器物破損。海賊行為。ネット上のね。今もまた万引き。とにかく簡単なやつしかやんないから。この馬鹿げたプランが簡単？人間の目って物が動くとすぐ気づくように進化してんだよ。例えば恐竜でも。恐竜が動き出したらね。でも待って、それやっぱいいわ。だから店員に見られてる間だけじっと動かさなきゃ大丈夫だよ。店員がこっち向いたら止まる。例えば商品をポケットに入れてる最中、ノリノリやん、 B。 そんでうまくいくってのが恐竜？恐竜と全く一緒じゃん。
とりあえず終わるまでは知らないふりしとくからね。うわマジか。てかさっきのプレッツェルと同じか。なるほど。はい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 。まあまあまあ大事を持ってちょっとでも動いたらもうやめたらいいんやな。はいはい。もう一応止まろちゃんとね。無理せんとこ。いやー万引きしちゃったわ。あそうか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 。やべ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 。危ね。止まってないけどな正直。オッケー、いいねいいねじゃねえよ。ベルトのバックルなんか盗むな。ほんま。もういいかな。うんうん。じゃあ黙って早く出よう。B も呆れとるわ。万引き少女、ほんま。心が痛むな。あかんで、みんなやったこんなに。こんな一生つけることないベルトバックル。お腹をこすっちゃうし。やっちゃいけないことなんだよ、めい。次は B もパクってきてよ。はい？犯罪ってやったことないわけないでしょ。まあ、多少は誰だってあるでしょ。だったらいいじゃん、やっちゃえって。はあ、やだよ。ビアトリスさんよ、ちょっといい？監視カメラが動いてない、レジの人が明らかに見てない。周りに警備員だって一匹もいない。んだってさ、B、これも人生経験、うわー、悪の女王。だから経験しろって、私が店員の目をそらすからさ。わかった。わかったの？B！ B ルートやらんかったよかった。B が悪の手に。手を悪に手を染めてしまう。上等だよ。車で逃げるからね。ちょ、B やめて。ああ、じゃあ阻止しとくからやってきてよ。どういうこと？店員の気をそらしとく。私うまいから大丈夫。確かに注目を集めるってのは得意だと思う。私は犯罪が超得意だから。でもさ、バレちゃったらどうすんの？バレないバレない。必要だったら叫ぶしさ。それでなんでいけると思ってんの？行こう。わかった。トラブったらあんたのせいにするから。B も悪いな。やるなよ。やるなら覚悟決めろよ。B も。ちょっと B 嫌いになったわ。でも B は好きや。よー。はい。ちょっと質問。T シャツは似合うべきだなと思います。まあ見たよ。でさ、ちょっと聞きたいんだけど。はい。この店の名前ってさ。はい。よく聞かれると思うんだけど、何でしょう。You Revolution なの？あ、そういうこと？俺話なんかうまいこと繋いであげなあかんのかな？ You Revolution なの？ You are Revolution なの？どっち？実はね、聞かれたことないんだけどずっと気になってたんだよね。知らんかったんかよ、お前。だろうね！うわぁ！この会社の正式名ってなんかしてる？お。株式会社 You Revolution Radical Youth Culture。びっくりするほどバカげてる。職場にしては結構良くない？これ話を弾ませるか。これどうそうでもないけどね。ちなみに何か探しているものは？そうだね。大丈夫？いいとこだと思う。仕事があるだけでありがたく、何だろう。何か盗んだことない？いや、あかん。これ、いいことだと思うし、仕事があるだけでありがたく思うべきだけどね。は？わかんね。何かお手伝いことができることがあったら呼んでください。でさ、はぁ、しばらくの間、ちょっと叫ばせていただきます。失礼、こかせていただきます。何やねん、これ。ギャーぐわーいや、メイといえばガーでしょ。ガー警備員呼ぶからね。ギャー！そういえば警備員なんてしないし、警察呼ぶわ。いやだ、やめて、マジでやめるから。一体何なの、あんた。もう終わったから行こう。それじゃあもうそろそろ行くんで。ありがとうね。じゃあね、バイバイ。なっしゃー。絶対怪しまれるやん、こんなん。100%。もう終わったからとか言ってるし。なんであんなことしちゃったんだろう。上出来じゃん、B。ビッグサークスで万引きしたらいつも通報してんのに。こんな。何した？万引きしたことないの？万引きしたことないの？ないよ、一回も。なんかこっちまで変な気持ちになってくる。ごめんなの？いいよ、任務完了だし、危険は去った。本当に？うん、店を出ちゃったら事故みたいなもんだよ。むちゃくちゃ言うよ、こいつ。なんか気分悪くなってきた。ちょっと歩いたら良くなるよ。ダメじゃーん。返しに行こうぜ、ちょっと。入ろう。返しに行こう。な？無理やわ。何盗んだんやろな。もう
ねえ、ちょっと名したいわ、これは。あかんで。あかんでみんな。な、あかんでダンス踊るから、ちょっと気をつけてな、これな。もう。ちょっとでも、あ、いいんだとか思った人がいたら、名ですよ。おお、この巨大魚の首あったな。おお、これ大好きだったんだよね。ここでやってたサマーデイズっていうイベント来たことある？うん、こいつの横を通ると水を吹き出すんだよね。水鉄砲を持ったやつが入ると思ってた。こいつにやられて倒されちゃったやつを見たよ。ほう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 。こんにちはか。そうだね。毎年誰かが怪我して大騒ぎしてたな。でもさ、おかしくない？だってこいつにやられるの分かってんじゃん。あそこに歩道あんじゃん。フードコートの上に。ほら、アトリウムにあんじゃん。アトリ？天井近くの空間だよ。天井がガラスになってるとこ。アトリウムぐらいわか、あ、知ったかしら。アトリウムぐらいわかるよ。はいはい。とにかくさ、子供の頃あそこに神様が住んでるって思い込んでた。ほう。ちっちゃい時あれをじーっと見てた。バーガーとか食べながら、神様見えないかなーって。神様がこうちらっと覗き込むところとかさ。今はわけわかんないアート作品が展示されてるね。ほんまやね。邪魔だね。ちょっと見に行かない？いやー、仕事で膝がボロボロだからいいわ。急にここで。ちょっと階段登るぐらい頑張ろうや。あんたさっき最大の悪事を犯したんやから。何か食べる？いや、待て。もっとお腹を空かせてから。もうお腹空いてんだけど。そういうことやね。ここで食べ始めたら次に進むってことやね。ちょっと全部見とこう、ちゃんとね。スメルターズってこれあれやん。あの野球選手、野球かフットボールかわからんけど、街の人が騒いでたやつやんね。で、ブックルックは閉まってて、バイブスミュージック。あ、音楽ショップは開いてる。ちょっと今度話したい。話せない。音楽ショップ行くか。CD は売れる時代な。さてどうなるだろう。ここってどんな？嘘だろ？カウンターに誰もいない。すげえ。誰かいませんか？うわぁ。なんか暗いよな。破綻国家に来ちゃったみたいな。何それ。国を建てたのにうまくいかなかったってこと。要するにこの国じゃん。座布団一枚。座布団一枚。この表現英語やったらどうなってたやろな。座布団一枚って完全に日本の表現。うわぁ。ルーインズじゃん。何があるか見てく。ホンキートンコハルマゲドン。クラパガールのバツ決めて箱でヨレヨレレーズリミックス。ホンキートンク、いや、こっちでしょ。バツ決めた箱でヨレヨレレミル。なんて素敵。今のってどういう意味？とにかくガキが両親抜きで出かけちゃって大人ぶってるだけ。気にしない気にしない。薬のことだよね。薬のことだよ。はあ、なるほど。あ、役決めちゃって、プラプラみたいな。そういう曲ってことか。しかしここ、もう CD 店として成り立ってないな。おう、あのバンドだ。どのバンド？俺 B も絶対知ってる。この曲覚えてるでしょ？プロモーションビデオがあちこちに何千万回も投稿される。再生じゃない。何を言ってんのかわかんない。あの変な馬も出てたじゃん。この馬。ああ、思い出した。変な馬のやつ。うん、あの馬がさ、こう、パッカパッカってしててさ、覚えてるよ。ねえ、ヒーンってこけてさ、うん、100% 思い出したよ。やった！なんや。ビートのデートは楽しいな、万引き以外は。なんかいい雰囲気を醸し出してるわ。ずっとこうやってればいいのにな、こいつら。うん。まあでも CD も売れない時代で。まあ街も破綻してて、なんかこの街、どこかおかしいところがあるっていうのをだんだん見つけていくっていうのもね、これあのストーリーやからね。うん。なんかこの街もう寂れちゃってんよな、完全にな。なんで持ってんのか。もうちょっといろいろあると思ってた。ないね。っていうかモールじゃないよ。ガラクタが適当に捨てられた通路じゃん。すげえ、あの駐車場見て。広くて真っ暗。そうだね。満車になった試しがないね。っていうか街の全員が来ても余裕ある。だろうね。広くて真っ黒な海。向こうまで渡ればフィッシュキッチンがある。うわぁ。昔フィッシュキッチンで食べたら変な熱が出ちゃったんだよ。うん。で、いけないね。はいはい。じゃあご飯食べよっか。そっかぁ。街は寂れて人も来なくなって、で、なんか商工会議所の人たちはいろいろと街を復興の手段とか考えてるけど、全然復興するわけなんかなくて。まあ田舎の復興をするとしたらな、前も言ったかもしれんけど、やっぱりアニメとのコラボぐらいしかないんかね。これ上上がれないんかな？これ、待ってな。あ、そっか。なんか B が拒否したから、もう膝がガクガクやから上行くのはやめとくわって言ってたから、あれのせいで行けないんかな。なんか食べる？よし、OK。食べよう。食べよう。うん。もうちょっと喜ぶかなって思ってたんだけど、
おお、フードコートでお食事だ。なんて素敵な日だ。イエーイ。そこまで無理しなくていいじゃん。かわいい、B。何したの？見る前に頼んじゃってるし。ん？タコスやろ、やっぱり。メイといえばタコス。ウォーフェルってファーストフードにしたら美味しいよね。そうだね。近所にできればいいのに。いやー、そんなの絶対太るわ。ゴーフェルなら太る価値あるじゃん？ん？黒い雨が降る。どうしたの？ん？キャシー・ダミンゴがシンディ・クラークの鼻ピアスもぎ取ったの覚えてる？原因って知ってるよね？キャシーってあれだったよね。アメフタのやつの子供の妊娠してたよね。ロンブーンストラね。っていうか、メイも知ってんだ。だって高3の時アメフトの試合見に行ってたからさ。あー、スメルターズアメフトっぽいな、やっぱな。ロンが観客席の前まで来て叫んでたじゃん。初のタッチダウンは長男と妻のキャシー・ダミンゴに捧げるって。あれはすごかったね。キャシーが泣いてたのを覚えてる。そして1週間後、ロンはキャシーを振ってシンディと付き合っちゃった。そうそう、知ってる。それが花ピアス事件の引き金。キャシーってさ、今何してる？キャシーの方が。ロンは去年バギーカーで事故っちゃって、その後どんな経緯か知らないけどキャシーとよりを戻した。そして二人は結婚した。ほう。ロンの両親がブリドル氏。ブリドル氏か。ほうほう。トレーラーハウスを買ってくれたらしい。キャシーがポッサムスプリングには絶対住まないって言うから。え、ブリドル氏って、こっから15分ぐらいじゃん。この話さ、一番最悪なのは何だと思う？ん？アクスに引き裂かれたシンディの顔。ロン自身。これじゃない？シンディの顔じゃない？当時さ、私が思ったのは、神様って二人を巡り合わせるのに変えた手段を取るなって。うん、なるほど。神様の存在って信じられるのか分からなくなってきた。私もそう。ここに来ると思い出すんだよね。噴水の神様とか歩道とかがさ。昔いろんな仕組みとか分かってなくて、魔法みたいな感じだった。今壊れてるかも直せなかったらどうしようってなっちゃう。誰かがちゃんと仕切ってるっていうのはある意味楽だ。今はとにかく疲れ切ってる。お店のことばっかして。私が大学行ってる時さ。ん？いや、なんでもない。やっぱ話したくもない。ああ、そやん、そこも謎やねんな。大学時代もメイの一体何があったの？話してくれ。ちょっとずつでも。もうちょっと走り回ってこない？っていうか全部回ってんじゃん。上の階のしょうもないアート作品でも見に行かない？触ってみたい。お願いだからやめて。走れてー。走ってきたら私はここにいるよ。疲れてんだよ。ちょっとへこんだし。じゃあ行ってくるね。はあ。なるほど。付き添いやったからジャンプできひんかったわけか。今ジャンプできるようになったからこれ上も行けると。オッケーオッケー。じゃあちょっと。メイの一人語りでも聞かせてくれよ。大学で何してきたんや、お前は。ね。ん？でもなんか、特に何も出ないな。インタラクションボタンが。あ、上登れる。そんなんしたらあかんやろ。うい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 。ん？すげえ。これって？あ、落ちるんじゃん、これ。大丈夫？へへ。へへへ。ははは。最高だ。おお、ちょっと。あ、お客さん来た。さっきずっとうろうろしとった人も。うん。あ、なんかお客さん増えてきたぞ。一人しかおらんかったのにね、他の客って。お、また増えた。このナイトパレードを聞きつけて、お客さんが続々と、増えてきた。お？何？あ、なるほど、うろ動かすんか。はい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 。これどうすんの？んで。おー、水のパレード。ちょっと待って。B にかけたいな、これ。おら。暗い。うわぁ。どうやって？へへへ。えい。うん、難しいな。よっ。よいしょ。よ、いけ。はぁ、メイ、あんただって分かってんだぞ。いや、そうやよ。本当にそうやよ。ちょっと B がなんか、ちょっと精神的に辛くなってきた。大丈夫？メイ、どうやってんの？ん？普通に機械を動かしてるんだよ。おりゃ、やめて、笑いすぎて死んじゃうって。喜んでんのか？じゃあよかった。
もう絶対通報されちゃうって、もう。いや、メインの仕業により、ビアトリス・サンテーロ。あ、本名出しちゃダメじゃん。あ、B の本名か。なるほど。ビアトリス・ジョーンズ。お、すごいすごい。神様ですか？おだ、わしじゃよ。神様のスティーブンソンじゃ。神様にも名前があったのね。人間よ、静粛に。わしの操る魚モンスターで人類を滅ぼすのじゃ。正直にはちょっと面白いよ。だから静粛に、もう二度と言わぬぞ。そなたの素敵な相棒はさ、帰りにアイスを買うのじゃ。ははは。うん、確かに出た方が良さそう。警察に捕まっちゃう前にね。お利口は大混乱に見舞われ、身内は揉めで殺し合うのじゃ。わしはポリコーなんか大嫌いなのじゃ。わかったから、もう降りてきて。それでは人間よ、良い一日を。楽しんでんな。今みたいないたずら感のある悪の方がいいよな。なんかちょっと万引きガチやからな。だからそれはクソ資本主義国家に反抗することになんないから。クソ資本主義国家は別に何も損しないし、あの店員が怒られるだけだよ。あの子はでっかい機械のちっぽけな歯車ってことだよね。もう何でもいいよ、とにかく早く返してきなさい。わかったわかった。おー、万引きした品返すんか。ちょっとなんか救いがある感じでいいなこれ。こんにちはこんにちは。また戻ってきましたね。はい、あの商品をパクっちゃったんで、その商品どうぞ。あんたに迷惑かけたくないんで。世の中が腐ってんのってあんたのせいじゃないしさ。はあ、これ万引きしたの？あんたはでかい機械のちっぽけな歯車なんで、何も知らずに働かされてるだけだし。うん。で、盗んだ商品を返しに来たわけ。いつかはね、あんたみたいな庶民が立ち上がって大物のやつらを倒す日が来るからね。大物のやつらって誰？大物のやつらだよ。もう行きますので。美しき夢見る少女よ、めげるな。失うものは身を縛りつける鎖のみ。は？ほんまに早わ。よう怒らへんな、あの店員も。おい、盗んだよ、返しに来たよ。お前は悪くないよ、みたいなこと言って帰っていった、クソガキ野郎。ここって昔はいろいろあっていいとこだったのにな。まあ今もいろいろあるのはあるよ。ほとんど空っぽだけど、周りには何もないしさ。必死に生き残ろうとしてる感はすごいよね。もう二度と来ないね。言われなくても来ないよ。メイが行きたいって言ったからだし。ルセンヌモールは楽しいところだったのに、もう終わってるね。行こう。明らかに、いや、安らかに死なせてあげよう。レディダイ。代わりは運転させてくれる？ダーメ。R.I.P. ルセンヌモール。プリティグッドジョブ、ソファー。バイ。帰ってきた。運転できんのかい、メイは。泥棒の女王様、ルセンヌモールで万歳しましたと。いや、なんか、ほんのりする、ほっこりしたな、最終的にはね。万引きした品も返したし。いや、お父さん。昨日は相当暴れちゃったみたいじゃないか。飲んでないからね。容疑を否定する前に避難させてくれないと。あ、そうだね。二日酔いの特効薬を授けよう。前の晩に飲まないこと。ちょっと待って、メモっとかないと。難しいと思うけど、頑張って覚えてね。今夜は？B と遊んできた。そうか、楽しかったか？ちょっと、でもなんだろう。ん？なんか自分よりずっと大人な感じがする。大人だよ、 B は。それとなんかどっか寂しそうな。確かにいろいろと大変だからな、昔から。そうだね。ねえ、2階の部屋の扉の前の荷物片付けといてくれる？逆に聞きたいんだけど、メイは最近何かしてくれたっけな。お素敵な娘になってあげたじゃん。それは関係ないだろ。それは置いといてテレビ一緒に見ないか？オッケー。いいよ。ガーバンドもあるよ、見よ。いいね。あ、ここ2回目やけど、ゆっくり見ますか。ね。ポン。さあ、戻ってまいりました。今日は面白くなりますよ、マロイさん。なんでしょう、ガーボさん。なんか嫌なことが起きるぞって予感感じたことありませんかね。ありますね。毎晩、本番前にね。ガーボさんはよく縁起を担ぐタイプですか？昔はそうだったんだけれども、今は違いますね。一体何があったんですか？鏡を壊せば縁起が悪いって言うでしょう。でも壊せば壊すほどこのひどい顔を見ないで済むわけですから、ラッキー。皆さんはそれでも見ないといけないわけじゃないですか。そいつはすごすぎるぜ。あとはガーボさんとカルト教団に入会。でってでてん。じゃ、夜は SNS をチェック。もう楽しかったね。楽しかったよ。あたしたちさ、噴水めちゃくちゃにしちゃったんな。あたしたちって？突然噴水に襲われただけなんだけど、その通り。絶対に罪を償うまで許さねえからな。
私のことはみんなに伝えといてね。悲劇を知ってもらわないと。じゃあ私はもう寝るね。 B はトラウマ食らってるけど寝れるといいね。一生抜けないかも。いい会話や。よう、今夜何してたの？特になんも。盗んでただけ。アンガス用に。サプライズだから言うなよ。何盗んだの？ちょっと待ってな。ごめん、もう行かなきゃ。また。わかったわかった。ってか大丈夫？そっか。なんか犯罪っちゅって、なんか変なお面盗みに行ったのって、アンガス用のためにやったんやな。なるほどな。ここもね、ここも、これはうざいだけ。ここもちょっとメッセージ変わんのかな。うん。デーモンタワーもういい。よっしゃ。じゃあ今日も寝ますか。改めまして。それでは、この日の夜は終わりです。グー。まあ。怖い。あ、これライトつけていくんかな。めっちゃね、今ね、コントローラー震えてますね。ああ。ものすごい震えてます。バイオリン弾きが、私の心を癒してくれる。そして私の心に光を灯してくれる。このバイオリン弾きは何を思うのか。あ、これあれか。渡れるやつか。なんか気持ち、昼間よりもジャンプが大きくできる気がする。よいしょ。よいしょ。あ、落ちちゃった。あれいけるよな、でも多分な。よし、行こう。よし。てん。よいしょ。ワンモアダイブ！オッケー。バッキーン。あ、来た！チューバー？これ。チューバ弾きが私の心に低音を響かせてくれる。私のすさんだ心にこのいい感じの低音が響いてくれる。整腸剤もいらないぐらいお腹に響いていい感じ。そして、ドカン。次は誰だ？ドン。おー、サックス弾きが。彼のクールなサックスが私の感性を刺激する。そして、おお、なんて言うんだっけこれ、アコーディオンや。そしてワニのアコーディオン弾きが私の心に旋律を奏でてくれる。とてもいい気分だ。そしてつけて、あ、この子か。あ、違うわ。ん、あ、ライト全部つけなあかんな。よ、あ、終わった。全部ついたみたい。そしたら魔王が現れ、何あれ、ブッダ、犬、狼。あ、頭おかしくなっちゃう。これはメイの夢の中のメイの心の葛藤を描いてるんかな。今のところ全然意味わからんけどな。初日っていうか、酔っ払って寝た夜は、なんか鳥の化け物みたいなのをバットで壊しまくったけど。なんだったんやろう。